はい、こんにちは、こんばんは、しあたけです。今回はですね、サムネですね、タイトルにある通り、あの岡田についてね、ちょっと話していこうかなと思います。ということでお知らせを見ていきましょう。タイム、お知らせの方に行きまして、撮影日がね11日土曜なんですけれども、土日はねプロスピの更新はありません。で、特に変わったことはないかな。こっちドリームキャラバンのね初日攻略報酬と、あとですね、昨日には契約書ね大量開封したということで、ぜひともね右サムネ画像がある通り、見てない方は、見てもらえばいいかな。特に変わったことはないかな。そしてさ、明日かな、このカズミ斉藤さんが、金曜じゃなくて10日に出たということで、月曜に来るのではないのかなと思います。はい、ということで選手画面の方に来ました。サムソン・リーさんなんですけれども、私がね2017年かな、外国人 OB が初ということで、初めて当てた選手でございます。でね、今回はね清原さんについて話していくんですけど、こちらね、サムソン・リーさんがある通り、枠としては OB 枠として、登場する可能性がありますと。 OB とね TS の違いについてちょっと話しますと、 TS とはですね、全盛期のステータスで現役、監督コーチ方々たちがね期間限定セレクションとして、登場いたしますと。つい最近来たのが、松井和夫さんであったり金子千尋さん、今年はですねセレクションにて、TS も対象となるということで、藤川さんと、岩隈さんがね今のところ、登場は確定しておりますと。TS のね条件としては NPB に所属している方々たちが、対象になっておりまして、 OB はその NPB に所属してない人、引退した人かな、が OB として、登場いたしますと。セレクション、その OB なんですけれども、2019年第1弾はいつに来たのか、テロップとかでですね、補正されていると思うんですけれども、これね、左にサムソン・リーさんがある通り、外国人 OB を第1弾とするのか、またはですね OB 第1弾っていうのを、正規のねルートとするのか、これでのはどっちでもいいんですけど、私は外国人 OB と書かれてるんで、こちらがですね OB の、一番最初なのではないのかなと。そのね外国人 OB なんですけれども、いつ登場したのか、なんとですね、セレクションがね8月にありまして、その1ヶ月後の9月の中旬に、去年は来ておりましたと。9月17日、イベントとしてはネットスタジアム、そのね、1年前2018年は9月のね26号あたりで、月末恒例のねセレクションガチャとして、来て登場しておりましたと。これはですね、外国人 OB というタイトルがある通り、外国人選手の、OB 方々たちがね期間限定のね、ガチャとして登場するんですけれども、その後1ヶ月後10月っていうのは、OB 第1弾は来ません。右にね画像がある通り、アニバーサリープレイヤー1色でね、1ヶ月は過ごすことになると。そのねアニバーサリープレイヤーなんですけれども、いつ来たのか、10月15日に第1弾が来ておりまして、10月24日かな、その時に第2弾が来ておりました。連続的にね、来るんで、かなりのエナジーは消費するかなと思います。今年のねエキサイティングもですね、第1弾第2弾とね、連続登場したんで、今年も連続で登場するのではないのかなと。そして、10月はねアニバ尽くしになりまして、11月の、初旬にて、OB 第1弾が来ておりました。去年はですね11月の11日、イベントとしてはターニングポイントと、第1弾がね11月に来たんですけれども、なんともですね第2弾、11月中に2回来ます。日付に関してねちょっと調べるの忘れたんですけど、テロップが補足されてある通り、OB 第2弾が、11月の月末に登場したと。 OB 2回来てるんよね11月。 TS と OB の違い、 OB はいつ来るのか、OB アニバ OB というね、流れが来てるんですけれども、ここからですね、登場の可能性がある清原さんについてね話していこうかなと思います。なぜに今までね清原さんが来なかったのに、今年来る可能性があるのか。それはですね、今年からですね、清原さんはね数々の、メディアにね出演していると、普通のね生活に戻りまし、普通のね、生活に戻りました。知らない人もいると思うんですけれども、清原さんはですね2016年の、2月調べたところ、その時に、今ねジャクソンさんでも話題になってるんですけれども、覚醒イベントをですね、自宅のねマンションでしていたところ、逮捕されたということで、逮捕されてから4年経ちまして、ありとあらゆるメディアに出ていると。つい最近見たのが、タカチャンネルズっていうね、タカさんがやっている、YouTube なんですけど、それにもね今後ね出演していくという、情報あったんですけれども、やはり数多くのね今年メディア、出ているということで、出る可能性があるのではないのかなと。そのね、清原さんなんですけれども、 OB で登場した時の、ステータスどんななのか、これね画像を借りたんですけれども、
サムソン・リーさんから画像を変えまして、こちらね、ファースト C のコスト29、弾道がアーチスト、見てこれ79、82、まあ、71の値で、来るのではないのかなというね、まあ、コラ画像を作ってもらいまして、使用許可はいただいております。枠としては、西武枠かなと、まあ、清原さんはですね、西武、巨人、オリックスと、まあ、3球団を渡り歩いておりまして、西武のですね、キャリアハイなんですけども、1990年に、達成しました。打率が3割0分7厘、本塁打が37本、打点が94打点の時の、まあ、清原さんになっております。そしてですね、もう一つ、OB としてね、出る球団がありまして、それがね、まあ、さっき言ったと巨人なんですけども、巨人の時の成績が2001年、巨人の時のキャリアハイの成績なんですけども、2001年、打率が2割9分8厘、本塁打が29本、打点が121打点と、この時に、ね、確かタイトルを、まあ、獲得していたかな、間違ってたらね、ぜひともコメント書いてもらえればいいんですけれども、まあ、こちらのね、まあ、2択で出るのではないのかなと、西武のキャリアハイか、巨人のキャリアハイ、オリックスもね、あるんですけど、オリックスの時はね、50試合かな、まあ、4年間で全て見ましたけれども、50試合ほどしか、ね、寝ていないので、オリックスはないかなと、まあ この2択でありまして、出てほしいのは、まあ、1990年の西武枠かな、うん、本塁で37本打っている、まあ、でも打点は、ね、巨人の方が上なんですけれども、打率もです、ね、3割いっているということで、まあ、左の画像、ある通りの、ねまあ、ステータスで来るのではないのかなと、弾道は、まあ、アーチスト、称号次第で、まあ、ミファ AA の同値と、いやー、清原さん欲しいね、まあ、今年どうなんやろ。まあ、コナミさんもですね、まあ、出演のね、オファーは、まあ、何かしらかけると思うよね。まあ、出るか出ないかは、まあ、その選手次第だと思うんですけれども、いや、ぜひともね、清原さんは出てほしい。第1弾の目玉枠としてね、まあ、出てほしい選手、まあ、清原さんではありますと。はい、ということでね、11日の音声と、まあ、18日ね、今撮影補足しておりまして、まあ、ちょっとね、テンションが違うことは、まあ、ご了承ください。そしてですね、ここからね、プラスアルファ情報を加えまして、1990年の、西武時代の打線と、まあ、2001年の巨人打線、ちょっとね、紹介していこうかなと、まあ、調べたところ、やばい、えぐいということで、防御力皆無なんですけれど、西武打線見ていきましょう。1990年西武打線、この時はですね、まあ、優勝した年でございまして、セカンドから、まあ、辻選手、打率がね、2割6分6厘、盗塁が31盗塁、センター平野さん、打率が2割6分7厘、盗塁が23と、そしてですね、ライトのね、秋山さんが入っておりまして、打率が2割5分6厘、本塁打が35本、そして驚きの盗塁が51盗塁、3番打者で51盗塁、えぐすぎでしょう。そしてですね、ファーストに清原選手が入りまして、さっきもね紹介した通り、打率が3割0分7厘、本塁打37本、そして5番指名打者デストラーデ選手、まあ、今年のね外国人 OB どうなんやろ、まあ、来てほしい選手ではあります。打率2割6分3厘、本塁打42本塁打と。そしてサードが石毛選手、打率が2割9分8厘。捕手で伊藤選手、打率が2割8分1厘。ショートが田辺選手、2割3分9厘。ライトがですね、戸間志野選手、打率2割7分1厘。そしてですね、まあ、投手エースが渡辺さんでして、18勝10敗と。まあ、見てもらったとすごい打線と、1990年。これが優勝したチームの成績でございます。続きまして、2001年、巨人のね、ちょっと打線、紹介していきたいんですけれども、2001年の巨人、セカンドが西さん、打率が2割7分3厘、本塁打が20本、盗塁がですね、20盗塁。そしてですね、レフト、清水さん、打率がですね、なんと3割2分4厘と。サード江藤さん、打率が2割8分5厘、本塁打30本、そしてセンター松井さん、打率が3割3分3厘、本塁打36本、ファースト清原さん、打率が2割9分8厘、本塁打29本、そしてライト高橋さん、打率が3割0分2厘、本塁打27本、ショート元木さん、打率2割9分2厘、そして捕手阿部さん、打率が2割2分5厘、本塁打13本と。そしてこの時のね、投手のエースが、入木さんとね、読みまして、13勝4敗というね、まあ、成績になっております。この時のですね、巨人のね、リーグ順位は、2位になりますと、いや、ま、すごいね、うん、まあ、まあ、さっきも言った通り、清原さん、やっぱ西武の優勝した時の、まあ、成績出るのではないのかなと。結構ね、まあ、皆さん期待してる人も多いかなと、ツイッターとかで見るんですけど、まあ、清原さん出ないかな、まあ、出ないかなという、まあ、ツイートもね、かなり多く見まして、まあ、出たら出たらで、かなり盛り上がるのではないのかなと思います。ランキングも、熾烈は間違いないと。はい、ということで、ぜひともね、高評価、チャンネル登録、通知音、ベルマークボタン、コメントしてもらいましたけど、まあ、清原さんについてね、書いてもらえばいいかなと思っております。いやー、楽しみやね、まあまあ、OB2 ヶ月後か言うても、外国人OB。
早いね。もうその1ヶ月後はアニバーサリー、その11月に、まあ、OB 第1弾第2弾と来ると、いやー楽しみ。ということで今回は以上。